どうもこんにちは、まさしろです。で、ちょっと今日から新しく、ちょっと新シリーズということで、私まさしろが、さまざまな雑談を、ポーカーにまつわることだったり、関係ない趣味のことだったりを、話していく番組をシリーズでやっていきたいと思います。はい、ポーカーと絡めて AJPC について話したいと思います。今年の AJPC、全日本ポーカー選手権が、公式サイトで情報が開始になりました。これね、AJPC の情報がいろいろ開始になってます。で、開催概要ですね。今回から、メインとシニアとレディースともに AJPC の本戦で、これ AJPC 初めて見る、参加したことない人にとってみれば何かって言いますと、参加費無料のポーカーの全国大会です。で、北北海道から南は沖縄まで、どなたでも参加することができます。年齢も多岐にわたってて、ジュニアトーナメント、レディーストーナメント、シニアのトーナメント、そしてメイントーナメントという形に分かれて、本戦が行われます。で、これ予選が、メイントーナメントは予選が各地域でありまして、去年までは東京大阪、分かれて、予選が2日間とか3日間かな、行われて、その上位の 10% が本戦に参加すると。で、本戦に参加して上位に入ると、2年前からなんですけど、現金が優勝賞金で100万円もらえるという形の、トーナメントです。予選を通過して本戦に参加するっていうのが、まず第一関門なわけですけれども、参加費無料で誰でも参加できるので、友達とみんなで誘い合ってね、普段ポーカーやってるコミュニティの人とかでも、みんなで参加することがこの AJPC では可能です。今年大きく変わったことなんですけれども、まず日程についてだけ説明していきますと、いくつかいろいろ開催概要っていう形では出てるんですけれども、今年のまずメイントーナメント AJPC2018 のメイントーナメントが、まず大阪であります。はい、今年から本戦は大阪になりました。去年までは東京だったんですけれど、はい。で、その日程が9月15日土曜、そしてそれがデイ1ですね、本戦デイ1で、デイ2が9月16日で、デイ3がおそらくファイナルテーブルだと思うんですけど、9月17日の祝日という形で、9月の3連休で本戦が行われます。で、これ場所がさっきも言いましたけど大阪、大阪商業大学コモンズリアクト4階アリーナという大学の中で行われるわけですね。で、参加資格、4月1日時点で満18歳以上であること、はい、そうですね、身分証が必要です。18歳以上であれば誰でも参加できます。メイントーナメント、参加条件は、東日本、西日本予選、各エリア予選を通過した人で、これ店舗でもね、予選がもうおそらく本日から始まってると思うんですけれども、参加費無料でできますと。そして、予選の日が9月、東日本予選、9月1、2ですね、9月の1、2で予選が行われます。で、これ場所は横浜ワールドポーターズという場所で、横浜の赤レンガ倉庫のですね、ところにある場所で、予選が行われます。これ参加費無料なので、ぜひ、普段ポーカーやってるコミュニティの人と、一緒に参加するといいかなと思います。で、僕も初めて AJPC 参加したのがおそらく2008年か7年の時ですね。当時僕結構趣味で、集まってた僕の子たちが、いや、ちょっとすげえ面白い、ポーカーやるんでポーカーやりましょうという形で、呼び出されて、巣鴨の歌広のなんかでかいパーティールームみたいなところに
集まってですね、みんなでポーカー始めたのがきっかけなんですけれど、まあ、その時も AGPC、まあ、当時は AGPC はだいたい毎年春に行われたんですよ。5月で、5月の予選で優勝、その本戦で優勝すると WSOP ってラスベガスでね、まあ、やってる世界大会のメインイベントに、無料で行けるという形でやってました。で、まあ、予選があるんですけれど、まあ、普段みんな身内で遊びでやるじゃないですか。でそうするとね、5本戦で全く知らない人とか来るわけですよ。もう普段はどこでポーカーやってるかわからない、まあ、下手すり怪しい場所でやってんじゃねえかみたいな人たちと、全くズブの素人がこう集まる、ね、カオスみたいな場所なんですよ、 AJPC の予選って。でも大体みんないろんな多分馴染みの人とかがいたりとかして、同じコミュニティに参加してる人とかと一緒にやっては、まあとんでもないプレーするやつがいたら、ちょっと席立って、ちょっとさっきあんなこんなプレーしてるやつがいたんだけどさみたいな話をするみたいなのが、まあ、いわゆる AJPC のなんかノーマルの感じなんですけれど、まあ、上手い人もとにかく調子乗ってると即飛びするっていうぐらいよく分かんない人が多いです。はい、もう全部のハンドでコールするおじさんとか、全部のハンドレイズする兄ちゃんとか、とにかく降りて、ロケッツと、キンキンが入った時だけ強気で攻めるおばさんみたいなとか、もうね、とにかくわけのわかんない、わけのわかんないって言ったらあれなんですけれども、知らないねアンノーンがとにかく集まるっていうのが AJPC の魅力で、魅力っていうか醍醐味ですね。はい、何が起こるかわからないっていう。で、西日本予選は9月の8、9で行われます。なんで東京が1、2であって、関西予選が8、9という形で東日本と西日本で行われます。大阪の西日本予選は同じ大阪商業大学という場所で行われます。はい、でレディーストーナメントは、これはエントリーすればですね、誰でもって言って、まあ、女性であることがあれなんですけども、参加することができます。これは、9月2日に Day 1、これ横浜であるのかな、横浜であって、 Day 1A は横浜で、 Day 1B が大阪で、同じこれ予選の日にね、あるみたいですね、日曜日それぞれなんで、1、2と8、9のうち、2と9にそれぞれレディーストーナメントの Day 1A があります。電話 A と B ですね。はい、で、シニアトーナメントはそれぞれの1日目ですね。シニアは、Day 1A が9月1日に東京、 Day 1B が9月8日に、大阪という形です。で Day 2は9月16なんで、メインの本戦の日という形になります。でシニアは50歳以上であれば誰でも参加ができますので、そうですね、結構メイントーナメントも出てシニアも出る人とか、メインも出てレディースも出る人とか、2つ参加できるっていう、まあ、メリットがあります。はい、で、まあ、3年前からなんですけど、ジュニアトーナメントっていうのも開始になりました。でこれは、17歳以下の人、2018年4月1日時点で17歳以下である方、で小学生以下の方は保護者の同伴が必要ですという形なんですけども、17歳以下であれば誰でも参加できるジュニアトーナメントっていうのがあります。まあこれ下はね5歳とかから参加できるんですね。まあポーカーのルールさえ分かってゲームが遊べるのであれば誰でも参加できるんですけどちょっとまあ僕はせめてね小学生の部とか中学生の部とか分かれてる方がいいかなと思うんですけど、そこはまあ人数も少ないしみたいな感じで一括りにするので、まあ、大体17歳とかね、中3、17歳って言ったら高2か、高2の子が5歳児に本気でボコボコにするっていうのを見てるとさすがにちょっといたたまれない気分になるなと思うんですけど、そういった形でジュニアの大会も出られます。はい、で、AJPC の今年のですね、プライズとかはまだ出てないのかな、
出てないですね。開催概要しか出てないですね。まあ、毎回賞金とかどうするかとかっていうのは多分後になってから参加公開されると思うんで、まあ、その時を待ちましょうということです。ちなみに去年までもそうなんですけど、去年は現金100万円が、もらいました。で、去年は東京の方が優勝して、一昨年はおばん大阪の人がそれぞれ優勝して100万円を獲得という形でやってました。はい、まあ、そんな形で、まあ、ウェブエントリーがね、AJPC 参加するには2通りありまして、まずは、そのそれぞれ行われる東日本予選、西日本予選に直接参加するというタイプの参加の方法、これはウェブでエントリーができます。これがまず1つ目で、2つ目は、各店舗ですね、AJPC の公式サイトで、募集かけてるんですけれども、それぞれ系列の、関係しているお店で、予選が行われるそうです。なのでその店舗予選に参加して、上位入賞する。おそらく各店舗に1枠とか2枠とかあって、まあ、参加人数に応じて、おそらく上位一番上の人が、本戦に参加できるという形で、各店舗予選に参加するのがもう1パターンで、できると思います。はい、でこの2つの方法で、予選に参加して、予選を突破して本戦に参加し、2日間ですね、戦って、上位10位以内、まあ、ファイナルテーブル、まあ、9位とかかな、まあ、9位とかに入ればメイントーナメントの場合は、まあ、おそらく現金が、まあ、10万円とか20万円とかもらえるのかな、5万円とかっていう形で、はい、出てきますので、ぜひ、ね、普段ポーカー身内でやってるっていう人もこの機会にですね無料で参加できるので、参加してもらえればなと思います。あと、このフリートークの YouTube チャンネルも、ぜひ、よかったらチャンネル登録してください。はい、これからもまた定期的に頑張って、動画上げていきたいと思いますので、そちらもよかったら見てください。また見てください。ありがとうございました。正代です。